がここがいいのか。こんばんは。よし、明日は幕張リアル近い。こんばんは、お疲れ様です。お、明日のセレモニー、楽しみね。ありがとうございます。そう、明日あのお話し会の2時間目の後かな、2時間目の後に私の昇格のお祝いと、あのキャプテン就任で、あののセレモニーをねしていただけるみたいで嬉しいです。楽しみ、初セレモニー。なんかこれまで先輩方がさ、セレモニーされてるのとかこう裏で見てたりしてたので嬉しいです。自分自身のセレモニーをねしてもらえる日が超えてきて、みんなにセレモニー開いてもらえるのがめっちゃ嬉しい。明日はだけから2時間目の後ですね、私は2時間目の後にセレモニーがあるみたいなので、ぜひお待ちしてます。ぜひたくさん集まって来てくださったら嬉しいです。セレモニー楽しみありがとう、本当にありがとうね。お話し会も楽しみ、通所もこんばんは。そう、2時間目の終わりにあるらしいです。そうで、明日は始業式の様子が、始業式もあるんですけど、全員参加で始業式があって、明日あの1時間目の前に、でなんかね、何やらお知らせもあるみたいですよ、明日の始業式何やらのお知らせがあるみたいで、それもあの会場に来れない方とかのためにインスタライブで配信されるみたいなので、公式のインスタライブからぜひ見てください。何やらあるらしいですよ、明日の始業式。そう、楽しい企画があるみたいですよ、いろんなことが。こんばんは。そう、ぜひお楽しみに。1時間目の始業式からぜひ来てください。1時間で 1,2,3 で私お話し会があります。 1,2 がお話し会で、3が通所です。ありがとう、ギフトもたくさん、音符にハートにパラに、ありがとうございます。そう、待ってるね、寝坊現金寝坊現金だよ、マジで寝坊現金。インスタライブ見てね。お、舞台もおしゃれ、ありがとう、ありがとう。今日もねあれでした、舞台はあの衣装付きで、あの衣装付き投資、衣装着て初投資をしました。初めて衣装着て投資した。ペルちゃんになってきてよ、この髪型も含め。リサーチの舞台今日、ありがとね、待ってる、嬉しい、楽しみです。そう、ベルちゃんの衣装着て、やっぱり結構可愛いわ、ベルちゃんの衣装。なんか世界が一人可憐なところにいるって感じですね。やっぱりなんか
あの世界観で他の共演者の方の衣装結構かっこいい感じのとか、なんかドレッシーな感じのドレスっぽい感じのが多いんですけど、その中でもベルちゃんの衣装服装はすごいなんか、うん、ほんまに花畑の世界生きてるって感じの服装だなって思う。うん、よりを持った今日ってみ、あの着てみて、周りとなんか馴染んで着てみて。え、モバメね。え、そう、モバメ、モバメ読んでくれてありがとう、今日送った文章。モバメ、そう、なんかあれも、でもあれが私の処女作です処女作と言っていいものなのか分からんけど、うん、初めてあれが、でもあれを書いてその後にもう一つ書いたのはまたちょっと あれとはちょっと違う感じのことを書いたんですよ。そう、なのでなんか読んでてあっさりしてるのは、あっさりしてて簡単っていうか簡単な視点で書いてるのは次に書いた方かもしれん、ま、送ってないけど、あれはよし書いてみようと思って書いた一発目の作品でしたありがとう、え、感想もね、ありがとうね、みんなの感想読んだ、嬉しかった、めっちゃ、うんね、嬉しかったし、もっとこうした方がいいよ、いいんじゃないかなみたいな感じのが、あ、なるほどなと思って、ちょっとね、ちょっとずつ、え、でも確かになんかいろいろ見てて思ったのが、誰に向けて書く文章かを決めるのむずいなと思って、確か私多分これ誰、対象物がないんですよ、あの文章って。別に誰に向けて書いたわけでもなくって、だから誰かに向けてって誰かを決めた方がいいのかって思いながら思いましたね、みんなの感想いろいろ見ながら。そう、あれはね別に誰かに向けてってわけではない文章だから、確かにと思って、対象物がいない文章ではある。明日初聴取よろしくね。え、嬉しい、なちゃばこありがとうございます。初聴取楽しみ、こんばんは。お、いちごティー来て、お、オッケー、いちごティーね、オッケーです。いちごティー、いちごティー来て、あずみんと写真パシャパシャ撮るのね。あずみんのこともっと好きになりたかったね。え、もっと好きになってよ、もっと好きになって、私をもっと知ってくださいもっと知ってください。そう、リボンいっぱいの衣装、ベルちゃんね、こんばんは。え、いい感じですね、なんと本当に安住書籍デビュー、書籍デビューはせんけどでもそういうなんかエッセイ本出したいなーっていう夢が最近あるっていう、それでちょっとなんか書いてみようと思って始めた、始めてみたっていうだけの一作目です。そう、そうそう、こんばんは。いろんな文章を書いてまとめて印刷するの、え、そうだよね、なんか長編じゃなくて短編で何個もあって、それがそうだね、何編も何個も短めの文章がタイトルあって、短めの文章タイトルって短めの文章みたいなのがこう入ってる一冊って感じだよね。自分は理想系はそこだな。あ、誰かに与える文章もそこは、ごめんなさい、返信なかなか、え、そう、え、でもしてくれてたよね、読んだよ、お返事、感想、最初昨日の話忘れたから長文切って東京生活のようになってた面白い東京生、ついにあずみん東京生活に疲れよね、病んだかと思った急にね。確かにあくびっていうタイトルで、確かにあれでも前置きなく急にだったから、前置きなく、うーん、前
置きなく来たらびっくりするよね、あの文章。あ、あの夏の防波堤を防げた、え、ありがとう。え、そう、さっきね10時頃に TikTok も載せて、次は AKB48 さん17期さん、18期研究生さんのあの夏の防波堤をね、ちょっと踊ってみたを載せたので、ぜひそれも見てください。あの夏の防波堤、ぜひぜひぜひ見て、いいねフォロー拡散お願いします。 TikTok も TikTok もお願いします。明日も小説助けて、お疲れ、お仕事大丈夫、おこならできるよ魔法です、大丈夫魔法。 X 戦時難しかった、送ってみた、え、読んだよ、ありがとう。なんかさ、最後のさ文章で笑っちゃったもう1枚目2枚目見て笑っちゃった、あのそう、稽古中のさ、稽古のさ空き時間に読んで一人で笑っちゃった、クスクスって。え、確かにあの文章に合う写真を今度撮って送ってみたら面白そう。それね、それもちょっと思った。え、確かに、どうなん、え、あとこの文章を X で載せるか載せていこうかずっと悩んで、でも書き溜めれてないから定期的に多分今のペースで載せれないなと思って載せるのはやめたんですけど、あの文章 X で載せたらどうだろう。でもっていう悩みどころなんですよね。少し書き溜めて載せようかな。え、そうな、文字数制限もあるんだよね。そうなんよね。確かに、あの文章いきなりポスして皆さん、いや、そうなんよ、それはね思うじゃあなんかちゃんと前置きをの送あのポンってつぶやいとかんと、そうね、多分ザワザワしちゃうから、なんだあくびって。そう、こんばんは。あずみん、当日おしまいできるの？できるよ、1時間目と2時間目ができます。当日券でお話できるから、ぜひ当日券 CD でおしましもできるよ明日。あ、インスタ向き、そっか、インスタね、やってないんだよね、アカウントね、作ってないんだよね。確かに、一つ写真載せてね、ここにってことでしょ。確かにね、いいねそれ。でもあれ、写真付きの方がいいかな。写真付きだと確かに、その文章に合わせた写真ありだね。写真付けるのありだよね。なんかそのマネージャーさんと相談した時に話した時にマネージャーさんに言われたのは、 X の投稿の仕方をあの文字数制限があるから、全部載せれないじゃん、全部の文章載せれないから、はじめ載せれるところ載せてて切りがいい部分を切り取ってまず投稿して、それの返信欄のところに続きをこうやってやっていったらいいんじゃないってマネージャーさんに一回相談した時を言われて、あー、その手もあるんかと思って、そうやってやってる、たまに見かけたりもするから、返信欄に続きがつながってるような投稿もポストも見かけたりするから、あー、そのやり方もあるのかと思いながら、どうしようと思って今ここにいるって感じって感じですね。だからまあでも一旦ね、でもどんな急に始めてさ、みんなどんな反応っていうかどういうあれなんだろうと思って、どう反応があるかなっていうのがちょっと心配だったから、
メールで送ってみんなに一回読んでもらえてよかった。明日のためにアズミン T シャツ探したら見つからなかったのでクリスマス T シャツで隠してましたって。こら探せえ、アズミン T シャツ探してよ。こんばんは。え、漫画の投稿なんか大体、え、あるよね、そういうのね。そういうのあるよね。確かに。あ、お話会通し行きます。ありがとう、りょうちゃん。ありがとう。明日初めて、え、坂上さん、ありがとう。え、嬉しい。カメコ撮ってくれてるよね。撮ってくれてたよね。ありがとう。X の生徒仕事、え、そうだよね。なんかいつかお仕事での形にはしたいなって思うから、まあでも続けてみてだけど、つなげれたらなと思うから、メールだけじゃなくってそういういろんな人に見てもらえる場所に載せれたら、載せていけたら一番いいなって思うんだけど、難しいんですよね。そう、 X で載せる悩みどころですね。こんばんは。あ、ハッシュタグ決めとく。確かに。あ、タイトル、ハッシュタグでタイトル、確かに。あれかな、サンヤンさんのさ、格言みたいなやつサンヤンさんの格言みたいな感じだよね。でもサンヤンさんの格言的な、お、通称からも、え、ありがとう、待ってるね、通称嬉しい。あれからずっとあくびしてます面白い。目の前であくび見せてください。可愛いと思うかもそんな、どうしよう、明日あくびする人、え、みんなあくびしだしたら、握手会、あの握手会じゃない、お話し会で。ね、初めて来てくれる方多いっぽい。嬉しいです、めっちゃ。今だって非常に緊張してきた。もうよく来てなくらい。え、そう、めっちゃ久しぶりだもんね、だってよく来たなやっと来たのかって。大丈夫だよ、大丈夫。緊張ほぐしてあげるね、明日。ツーショットおすすめポーズある？おすすめポーズは、でも一番よくやってるのは、見つめ合ってる、見つめ合い。でもなんかね、顔が見えない問題があるの、見つめ合いって。だからなんだろうな、でもいろいろ、あ、うまみんポーズとかもやったりしてる。うまみんとか、みんみんとか、うまみんみんみん、あ、こうやって私がやったりする。こうやってやって、ほっぺ近づけてもらって、こういうのとか、ハートとか、ハートがいいかな。でもハートがいいかもしれん。そう、見つめ合いとかやってるから、そういうのやろう。カリ久しぶりかも。わっ、あくびですやばい、あくびしながらねやばいよみんな。わっ、おっと、ね、見つめ合っちゃおう。見つめ合いもでも結構する。見つめ合いもやる。どれぐらい認知、え、もうすぐ認知するよ
すぐ認知する。ちょっとすぐ覚えるね。すぐ覚えるから待ってる。すぐ覚えるよ。すぐ覚えたい。こんばんは。あ、なんかね、支えてはいるんだけど、支えてる台みたいなのが不安定なのよね、めっちゃ。明日おしましできる。1時間目と2時間目がおしましできます。 1,2 ができる。うん、当日 CD でおしまし可能です。なんかさ、私さ、洗濯物今2日に1回のペースで洗濯物回してて、ホテルで2日間の洗濯物を、だから3日目に回しようよ、洗濯物で。今2日分の洗濯物溜まってて、今日3日目の日だから今日は洗濯日なんですけど、さっき配信する前、配信中に洗濯物回しとこうと思って、配信する前にさ行ったんよ、コインランドリー、ホテルのコインランドリー行ったら、いや人には合わんかったけど、あのね、やってる人がいた。前にもう使われてた、そう、もう使用済みコインランドリーだった。そう、17分、残り17分、誰かもう使ってたの。そう、先客がすでにいました。だから待たなきゃいけないと思って、先に配信始めようと思って始めたの。ね、あ、ダメ、運命の人かも。どうしよう、これでさ、よし洗濯行こうと思ってさ行ったらさ、その私の一個前に洗濯しとったのが、あの日出会ったあの2回出会ったあの人だったら、それはちょっと運命感じるかもしれん。あの人が今洗濯してたら運命感じちゃう。そう、今から洗濯してたらね、夜中になっちゃう、本当に時間が。脱水もね、脱水じゃないわ、乾燥機もね1時間かかるんですよね。長い、1時間かかっちゃう、これであったらもう文章にします。これで3回目もあの人に会ったら、うん、もうそれはもうエッセイ、私のエッセイにする。次の題コインランドリーで、ちょっと一作一作品書く。それは、明日早いんよ。そう、めっちゃ早い。泣いちゃうぐらい早いんです。そうなんよ、じゃけんね、マジで洗濯物でもう終わるまで寝れないから、ちょっと効率よく動かんといけんと思って。そう、これ強く、そう、めっちゃ早い、多分みんな早いかも明日。みんな出るからね、始業式。そう、みんな早起き、一緒に早起きだよ。だから明日始業式から来てくれる方、みんなで一緒に早起きしよう。明日は激早です。そう、9時半からインスタライブで始業式の様子が見れる。はあ、あくびした。無防備だ、無防備な姿を見せちゃった。いない。3時台で明るくなるの？あくび警察。あくび警察、あの話し会とか、あくび警察の人。5時半、一緒に早起きしよう、みんなで。
早起きタイム。え、で今日はね、今日はそうメールにも書いたんだけど、さっきまでクルクルとご飯食べてた。クルちゃん明日の幕張で前日入りしてるクルクルから、そう正夢になった。わからん、あの話をして、え、鳩飛ばしたんだよね、だってわかんない、でも正夢になったんかな、あの話をくるくる聞いたから気を利かして連絡くれたんかもしれん。わからんけど、そう私がくるくるの夢を見たって言ったから。美味しかった、そうイタリアン屋さんくるくるがに見つけてもらって、ちょうどね、しかもめっちゃ偶然で、私がいつも稽古してる場所とくるくるが泊まるホテルが近かったんですよ、近くの場所で。だからあのホテルどこって聞いたら、ここだよって言って、えって地図で見たら、え近いじゃんってなって、じゃあ終わったらすぐ行くねって言って、そうよかった、近くだったから。これがねもう真反対みたいなところだったらちょっと無理やご飯ってなってたけど、近くだったけん、そう稽古のからそのまま行きました、行ってご飯食べてきた。そうえ台湾行くの、お仕事プライベートかな、いいな海外、え寂しいのちょっと解消できた、うん、やっぱりねいっぱい喋りました、止まらんかった口が。なんか止まらなかったです、喋る口がもうペキペキ、ちょっと喋ってた、そうやっぱりね寂しいです、ホテル一人嬉しいですね、こんばんは。そう話し合いと欲しくなっちゃう、口数が減っちゃうからさどうしても、あと割と家でお姉ちゃんと結構ペラペラずっと喋ってるタイプなので、実家でも割とっていうか結構よずっと喋りながら過ごすタイプの人生活だったから、家でね、だからより寂しいですね今、ずっと口を閉じながら家で生活を送るのが。マジで私一人暮らしできんわって思ったじゃけん、うん、意外とね、意外と私一人暮らしできるってなんか自信あったけど、できんかもしれんと思って、寂しい、結構寂しくなるわって思った。だからこんばんは、そうだからお姉ちゃんと一緒でよかった今ね。えそうだよね、連絡、えそう確かに配信して独り言言ってっていう日々になるかも、そうだよ、舞台のパネルの先着順って何枚くらい判別、どうなんだろう、わかんない、何枚くらいなのか、どうなんかな、結構当たりにくいんかな、バズりのポスターなんですけど、そうなの、ね、え
なんか嬉しい。なんて話しかけたのか気になるな。姉みは静かだって喜んでるか。いや喜んでると思う。お姉ちゃんはね一人へっちゃらタイプだし、うん、私がいてもいなくても多分何ら生活に支障ないってタイプなので、悲しいことに本当にね、多分ね微塵も削られてない気がする。多分私がいなくて寂しいなって、うん、寂しいなって思わないタイプかな。寂しくは思ってくれてるのかもしれないけど、そんな多分誰かとずっと誰かと喋っときたいみたいなタイプじゃない、どっちかというとお姉ちゃんは。そう、私の方が愛強めね。なんかね、一人の時間は別に好きなんだけど、うん、一人の時間は好きだけどリビングが好きみたいな感じ。部屋であんまりいない、うん、だから実家にいた時も私部屋は寝る時と勉強、深夜勉強する時しかいなかった。勉強も私リビングでやってたんですよ、夕方とかに勉強するときは。まあ、深夜は、あ、でも深夜も、あ、でもめっちゃ深夜だったら、部屋だったかな。テスト勉強とかは部屋だったかも。私もリビング族だった。実家でも。リビング。ずっとリビングにいた。いる、うん、部屋にこもるタイプじゃない、うん、こもらないタイプの人。寝るときしか行かなかった、部屋を。基本寝るときだけ部屋行くのだった。そうね、明日楽しみだね。明日ちゃんとに住所行くねって。え、嬉しい、ありがとう、待ってるね、ありがとう、嬉しい。今乗り方逆に行けるとかなるかも。なるかな。でも一生寂しい気がする、一人は。うん、マジでリビングとか。そう、ダンスも私リビングで多分ね、めっちゃ邪魔だったと思う。リビングで踊るんですよ。部屋で私ダンスの練習したことないです。ガチで、結構ガチで。リビングの方がはかどるんですよね。本当に部屋行かないの。部屋なくてもよかった、だからなくても困らん、マジで困らん。なくてもいいじゃなくてもいい。なんかね、中学生ぐらいの時はやっぱ憧れるんですよ。それまでずっとお姉ちゃんと二人部屋で、で中学生の時に一回やっぱ一人部屋っていうのに憧れて、友達とかみんな一人部屋持ってる友達とかいて、一人部屋に憧れて、一人部屋が欲しいとかってなんか思って言ってたんですよ、家族に。一人部屋が欲しいみたいな、やっぱり一人の部屋がいいって言ってたけど、結局いざ一人部屋ができると、あの部屋いらない人だな。いざ一人部屋ができても結局自分のいる場所リビングなんですよね。うん、寝るのは一人部屋だけど、そう、結局リビングにずっといたから、うん、今一人部屋いりますかって言われるとなくてもいいかもしれんって感じかもしれない、どっちかというとね。寝る部屋があったら、うん、寝る部屋があったら、そう、リビングで。しかもあのねテレビの前で踊るんですよ私。なんかね、定位置なんですよ。テレビの前が一番スペースがあるんですよ、リビングの中でも。リビングがあってテレビの前が
一番スペースがあって、だからリビングの中でスペースがある場所ってなったらテレビの前だから、テレビの前で踊るんですよ私。ダンス覚えたい時だから家族に邪魔邪魔そこで踊んないでって言われながら、明日までに覚えていけないよって言いながら、そうテレビの前で踊んでた。邪魔だよね、そう邪魔だけどね、邪魔もう、でもさすがにそれはちょっと邪魔って言われたらちょっと場所移動して階段の手前とかで踊ってた。ちょっとそう堅くなに部屋では踊らない、人がいる方が集中できるタイプなんか、そう、それでもリビングのこと、リビングで遅くまで起きてたら早く寝なさいって言われてた。あ、でも言われてた、うん言われてた、言われてたし、早くお風呂入りなさいとか言われてたね、言われてましたね。うーん、でもこう中学ぐらいまでかな、高校生入ったらもうあんまり言われなくなったかも。お風呂入りなさいは言われてた、早く寝なさいはあんまり言われなくなっちゃった。お姉ちゃんも結構夜型人間なんで、私も夜型人間で、結構夜になったらダンス、夜になったらなんか勉強のやる気も上がったり、ちょっとダンス覚えよう、よし歌覚えようみたいな感じになるモードが入るのが結構夜で、夜しかも夜やった方がなんか覚えやすいんですよね、ダンスとかも。そう頭に入りやすくって、だから夜ね。いやーね、よくめっちゃ迷惑だね。だけど深夜にリビングで踊ってた一人リビングで踊ってました、みんな。まあでもみんなは部屋で寝てるから、そう、まあめ眠りの邪魔はしてないけど、結構夜型ですね、夜じゃないと覚えれないの。そうで、お姉ちゃんも結構夜型だから、お姉ちゃんが大体起きてて、リビング夜深夜、私が深夜ダンス覚えよって時間帯も大体お姉ちゃん起きてて、そうお姉ちゃんと私のでリビング行ったりした。うーん、自分の部屋あったけどリビングで生活する、だよね、ね、人がいっぱいいる方が好きなタイプ。こんばんは。誰もいなくなったリビングでも踊ってた。弟くんは、弟めっちゃ早いの。うん。弟めっちゃ早い。弟めっちゃ早い。もう中学生、高校生になるのに。11時ぐらいにもう眠りにつくの、ベッドの中。早くない？高校生だよ、高校生で11時は早くって、私とお姉ちゃんの体感早くって、うん早っみたいなね、健康的だよね、11時早いよね、高校みたいな嘘でしょ、始まりでしょみたいな、高校生の11時なんて、そんなね、私らの始まりだね、始まりだしたよもうこっからが始まりだぐらいのぐらいの勢いで、まだ全然起きてたけどね、今もう多分寝てるよ、もう夢の中多分。うん、自分とね、私とお姉ちゃんからしたら早いですね、早いなと思ってた。うん、基本もう12時にはもう部屋入ってる、部屋戻って寝てますね。うん、寝てるな、
受験生高いんかな確かに背高いわ。そうなんかな。寝てるね、早いなって思う。起きるのはでも普通くらいかな。普通に学校の時間でも休日も普通かな。9時ぐらいに起きてるかな。普通ぐらいかも。起きる時間なんか普通かもしれん。でもお母さんに起きなさいって言われてるイメージある。めっちゃ。しかも弟の目覚まし時計鶏なんですよ。鶏の鳴き声、コウキコッコーっていう鶏の鳴き声で弟の目覚まし時計。そう、もうあれ私のもうさ、何だったかな、なんかね、何の時だったかな、旅行に行っとったんかな。そう、実家で寝る時って部屋階が違うんですよ弟と。私部屋が全然違うから弟の目覚ましだと聞こえないんですけど、なんか多分旅行かなんかで弟と横並びで寝てた時があって、その時に弟の目覚まし時計が聞こえて、コウキコッコーコウキコッコーって鳴り始めてもうびっくりして、えニワトリと思って私飛び起きて、弟は寝てたんですけどコウキコッコー結構爆音のコケコッコ鳴ってるのに、すやすや眠ってたけど、独特すぎてコケコッコがもう目覚まし時計って一瞬理解できなかったもんその時。飛び起きたマジで。しかも結構なんかもううるさいってなるんですよ普通のチロリロリロリンチロリロリロリンじゃなくて結構爆音でコウキコッコーコウキコッコーの止めなきゃ鳴り続けるので、もう泣き続けてるのコウキコッコーがそうずっと連発、コウキコッコーコウキコッコーコウキコッコーだからもう勝手にフィンって止めて鳴ってたよって言って寝ました私はその時。そう、マジで。いやなんかね、いやあるよ多分携帯の目覚まし音のところに鶏あるからちょっと聞いてみて、それでね設定してる弟、普通に鶏の声です、鶏の鳴き声、人の声とかじゃなくて鶏の鳴き声でコケコッコって言ってるの、携帯のある気がする、多分ね、そこで設定してるから弟携帯から流してる。そう、多分スマホあると思う。もう地獄だよマジで本当に、何事だと思ったもん私朝。いやーね、みんなぜひ聞いてみてください、聞けるから結構聞いてみて設定してみてください、ぜひ。結構飛び起きれるよ結構。おすすめじゃないけどおすすめ。こんばんは。よし、じゃあそろそろ配信終わろうと思います。ちょっと洗濯物も行かなきゃいけない。終わってるかな、前の方終わってるかも。ちょっと洗濯してお風呂入って明日頑張っておきたいと思います。明日はね始業式の様子が、始業式9時半からで、その様子がインスタライブで配信もされるのでぜひ見てください。インスタライブ、あの
明日幕張来れない方はインスタライブで見れます。明日の始業式の様子見た方がいいよっていうちょっと匂いを放っときます匂いを放っとくので嗅いでください。見た方がいいよ、明日のインスタライブ見た方がいいよ。この匂い嗅いでください。そう、見た方がいい絶対。あと明日来れる方は始業式からぜひ来てください。来た方がいいよ、クンクンしてください。来た方がいいよぜひね、始業式来た方がいいよ。で、そっから私のお話し会が1時間目、2時間目、3時間目であって、1、2時間目がお話し会で、2、3時間目がツーショット撮影会です。ツーショット撮影会みんなのおかげで完売です。ありがとうございます。1、2時間目はあの押し増しがあって、当日券でね押し増しできるので、ぜひ1、2時間目のお話し会気になった方、もっと喋りたいと思ったら押し増しで当日券代に来てください。で、2時間目終わった後、お話し会の1、2時間目終わった後、2時間目終わった後に、昇格とキャプテン就任のセレモニーをね開いてくださるみたいなので、ぜひセレモニーもね集まって一緒にみんなでお祝いできたら嬉しいなって思うし、お祝いしたいなと思うから、ぜひセレモニーも2時間目の後です、2時間目終わりにまでちょっとね会場で待機してもらって集まってくれたら嬉しいなって思うので、ぜひ来てください。じゃあ男女読みます。13位、今山吉さんありがとう。13位かぎ37さんありがとう。12位、今山吉さんありがとう。11位、熊野プさんありがとう。10位、ぬしさんありがとう。9位、ディオさんありがとう。8位、ケスティンさんありがとう。7位、ゆずきちさんありがとう。6位、昼休みさんありがとう。5位、もりもりさんありがとう。4位、コインさんありがとう。3位、カイトさんありがとう。2位、熊根パパさんありがとう。そして1位はトゥルルルルルパン、ケンヨンさんありがとう。ありがとうございました。また明日幕張来てくださる方楽しみにしてます。いっぱい話そうね、通称も楽しみ。ありがとう、また明日ね、おやすみ、早起き頑張ろうね一緒に、バイバーイ、おやすみ。